この取り組みは県内で美容院を8店舗運営する宮崎県の会社がボランティア活動の一環で年に1回行っています。今日は大分市の養護老人ホームを店舗で働く美容師などが訪問。ハサミなどを使っておよそ50人の髪を整えると施設の利用者たちは笑顔を見せていました。すっきりして気持ちいいですいやもう最高です。何にも言うことありません。かっこよくなった。カットを通じて少しでも、嬉しいとか、今後前向きな思考になっていただければ幸いかなと思っております。今日はこのほか杵築市や別府市の養護老人ホームでも同様のボランティアが行われたということです。